こんにちは。草加市から参りました稲瀬蓮です。私たちは南越谷阿波踊り振興会のご指導のもと、徳島成長を基本に粋で稲瀬の阿波踊りを目指し、日々練習に励んでいます。今回の舞台踊りのテーマは徳島平安物語絵巻。舞台の始まりは広島県船越町。おごそかな雰囲気の中、神の使いである獅子舞が舞い込みます。時代は飛んで平安、厳島、宮島厳島神社の御祭神である伊波氏の女神様。平安貴族たちの優雅な舞、平安武士の戦いなど、さまざまな情景を想像しながら楽しんでいただけたら幸いです。おやおや、どこからか太鼓や笛の音色が聞こえてきましたよ。Thank you.